この度、ディクシーの取締役を務めます、小又義弘です。ブライダル業界の変革を成し遂げるためにジョインしました。ナシコンに歯止めをかけるべく、革新的なサービスを生み出し、結婚式で溢れた世界を創造したいと思います。よろしくお願いします。この度、ディクシーの取締役を務めます、山口純次です。リアルサービスには、まだまだ無限の可能性があるのを信じています。リアル×IT を実現させることで、さまざまなサービスに新たな命を吹き込んでいきたいと思っています。社会的意義にこだわって、新しい価値を生み出すべく、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。今回、社外役員という立場でございますが、リクシーの取締役を務めることになりました、杉山慎一郎です。私自身も5回の IPO 経験を経まして、スタートアップの支援をしてまいりま、しておりますが、リクシーでは管理面でサポートを中心に頑張ってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。代表取締役社長を務めます、安藤正樹です。ネットとリアルで新しい価値 を企業理念に掲げまして、ブライダル業界の構造改革、結婚式であふれた世界を作るというミッションでやってまいりましたが、1年が経ちまして、いくつかの事業も始まってきたかなと。で、会社のメンバーも増える中で、やはりここから組織をどう作るかという観点に立ったときに、やはり役員同士の信頼関係、しっかりチームとして作っていけるかどうかが大事かなと思っていまして、今回3名の方が取締役に就任してくださるわけですけれども、私自身のスキル面ももちろんなんですが、人格面でちょっと足りないところなんかを埋めていってくれる非常に頼もしいメンバーだなというふうに思っています。小又さんにはスピードとピュアさをですね、山口さんには深掘りのコミュニケーション力、杉山さんには大人の判断力を大いに頼りにしながら、しっかりとボードメンバーが一枚となって、リクシーという会社を作っていきたいなと思いますし、それによってミッション、理念の実現をしっかりとやっていきたいと思っております。1年経ちまして新たな新体制となりますけれども、ぜひ皆様のご応援いただければと思います。よろしくお願いします。以上の役員体制で運営してまいります株式会社リクシー、ご期待ください。